近づいた方寄り添う二人星空に試されてる時どおきなぜか触れる指先を捕まえてしまいそう今はただ何も気づかなくていい僕の気持ち何一つあなたが今望むなら今すぐ強く抱きしめたい奪ったしまいたいどうして困らせるほど募る想いはただ僕には泣きたいくらい恋人泣いているのに微笑まないで唇が震えている違う愛ほど余計つらいこと誰よりもわかるから強がって見せる友達のままで見つめている僕にまで想いを今届けたいこの街角で抱きしめたい変わらない強さであなたを今見つめたのこの先ずっとただ誰より瞳きれいな恋人
さんこんばんは。ようこそ。今日は配信ということで、はい、モードもなんと7回目になったんですけれども、なりました。ありがとうございます。今日もニューコンボの方からねお届けさせていただいて、いますけれども、今日はいつもはデュオでずっとやってきたんですけれども、私としては久しぶりですけれども、この組み合わせとしては初めてですね。まずじゃあせっかくなので ね今日お初の、はい、素晴らしいビオラ奏者を皆さんにご紹介します。ビオラ奏者の中田雄一さんです。どうもこんばんは、中田雄一です。あ、そっか、濁るんですね。あ、そうなんですよ。あの、ね、綺麗な曲がね続いてちょっと濁るのはちょっと濁っていいのっていう、ね、ないそんな雰囲気はない。名前だから、うん、まあ、名前ですからねそうなんです。濁る方で中田雄一と申します、うん、よろしくお願いします。はい、そしてこのユニットのマエストロですね、はい、ボーカル白橋哲。マエストロとありがたい表情でございます。ありがとうございます。皆さん7回目配信です ね、うん、ね、1曲目はねすごいです。いつから始めてるんですか。何をですか。あのこのモード7回目っておっしゃいました。何年でしたっけ、そこしょっちゅうチェックしなかった。あ、そうですね、なかなかこう目の前にお客さんが、まあ、ブランカーといいますかね、画面の向こうにはいらっしゃるんでしょうけども、うん、なかなかここにいないというところが、まあ、我々も結構慣れてきましたけどね、この1年、うん、2年で慣れては来てはいますけど、やっぱりね寂しい部分もちょっとはありますけど、なるほど。1曲目の月の光から、はい、2曲目恋人ということで、はい、今日は、ロマンスを、テーマに、まあ、掲げてますけどもね名前を、今日はですね、時には切なく、時には柔らかく包み込むような曲たち、はい恥ずかしくなってきた言ってて自分で言ってて恥ずかしくなってね、そういう曲をですね並べております、うん、そして、次は、これはですね、木杉隆雄さんの曲で、夢の途中という曲なんですけども、木杉隆雄さんが歌うと夢の途中、はい、薬師丸ひろ子さんが歌うとセーラー服と機関銃になるんですね。なるほど。同時にリリースされたということで、その曲を一曲お届けしましょう、さよならは別れの言葉じゃなくて、再び会うまでの遠い約束、今を長いたの胸を痛めたの途中、このまま何時間でも抱いていたいけど、ただこのまま冷たい頬を温めたいけど、都会は病気刻みの慌ただしさ、恋もコンクリートのカゴの中、君が巡り合う愛に疲れたらきっと戻っておいで、
街を思い出に変えて、いつの日にか僕のことを思い出すがいい。途中でございました。いかがでしょうか。生音いいですね。ここ結構最高の場所ですね。あ、そうですか。それ関係ないですか。いやいやいや、ありがとうございます。で次が田村さんの曲ですね。うん。結構さっきも言いましたけども、はい、覚えちゃう。ですよ、口ずさんでしまうというか。うん、嬉しいですね。うん、いつ頃作られたんですかこれ。これは、昨年ですね。あ、そうですか。はい、昨年に書いて、でこの曲はそもそも、アコーディオンの、まあ、小山哲也さんという方がいらっしゃるんですけれども、彼と、デュオで、まあ、ライブを初めてするっていう時に、ぜひちょっと一緒にやる曲で何かちょっと私も曲を書きたいなと思って、で書いた曲が次の曲になるんですけど、はい、それから結構やってますね、この曲。ですよね、うん、そうそうそう。そして次がベラノッテというワンワン物語という映画の曲ですね、うんうん、で、今日は、ちょっと大切なお知らせが3つほどございまして、はい、その辺もですね、うん、後ほどゆっくりと時間を取りながらお伝えしようと思ってますけど、もうコメントが来てますね。中田くん見えますか。こんばんは、こんばんは、ところで楽しみにしてましたってございます。ありがとうございます。月の絵文字もいただいて
ね、月の曲、そうですね、月をテーマに皆さんをそっと闇から守ってくれる存在として、うん、やっぱりあれですよね、太陽はあんまり直視できないけど月って 見れるじゃないですか、はいはいはい、だからなんかこう近い存在なのかもしれない。いやちょっと何あの着地ではないですよ、着地ではないんですよ。たまにいいこと言うよね。あ、そうですか。いや、たまにぐらいで、たまにぐらいで、そうなんです。そう、ちょっと思って聞いてたんですね、さっきも。あ、なるほど、なるほど。では参りましょう。じゃあ畑田さん、よろしくお願いします。はい、私のオリジナル、ルソワール。
It's a beautiful night, and they call it Bella Notte. Look at the skies, they have stars in your eyes on this lovely Bella Notte. So take a look of your lover. Like a star when you make a dizzy cry. For this is the night and the heaven the right on this lovely Bella Notte. It's a beautiful night, and they call it Bella Notte. Look at the skies, they have stars and no lights on this lovely Bella Notte. Side by side with your loved one, you find enchantment here. It's magic spell when you want new love is near. For this is the night and the heaven the right on this lovely Bella Notte, on this lovely.何とお呼びでしたっけ曲名ルソワールという曲です。ルソワール、はい、ルソワールルソワール、ね、これはウルですかフランス語ですよね。そう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 、はい、どういう意味なんですか。夕暮れという意味がありますね。なるほど、はい、いやロマンティックな旋律です ね、うん、ねありがとうございます。三拍子ですよね。そうですね、うんうん、あじゃあたまたまだったんですかね。あ確かに、うんうん、なんかこう心がなんかこう
ロマンチックな感じで漂なんですが浸って、うん、で、次にこうウキウキするような選曲になってて、うんうんうん、なんかあれですよね、うん、そのフランス語の歌詞に歌詞というか、うんうん、あの題名にしたっていうのだからなのか、まあだからじゃないと思うんですけど、すごくヨーロッパの香りがしますよね、うんうん、あのなんでコニャックみたいな、なんか香りがあの、バーボンとかそういうお酒よりも少し甘い香りが、ああそういうことですか、うん、するなっていうのがヨーロッパのお酒、ワインではないんですね。ワインでもいいんですけどね、カフェとかね、まあ、そうそうそう、セーヌ川より、うん、向こうはカフェでもほら飲むじゃないですか、はいはい、そうですか、そう、はい、なんかそういうような僕は感じてました。いいこと言うね。やめてください。ということです。ありがとうございます。ということで今日は、モード07、ロマンスということなんですが、この曲、今からやる曲っていうのが私の曲なんですけども、本当にもう、はい、なんて言うんでしょう。私滑舌悪いですか、喋るの大丈夫ですか。大丈夫だと思いますよ、うん、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、うんうん、スタッフさんが優しい顔でうなずいてくれました、ね、でも白川さんその前に、はい、本公演の大事なお知らせ、あ、お知らせ3つすいません、ね、そうでした。1つ目をまず、1つ目がですね、うんうん、今回はちょっとドネーションというか投げ銭システムをちょっと初めて、はい、採用させていただきました、ね、このモードシリーズもね継続というかしていくためにも、はい、必要かなと思いまして、ちょっとドネーションの方がですね、概要欄に3つお知らせとして1つあります。でもう1つが波多野義恵さんがニューシングル配信リリースされましたシンシア、あ、はい、ありがとうございます、概要欄の方にリンクあって、そして、私の主催するチャンネルグッドタイムっていう、YouTube チャンネルをやってます。今日はそのスタッフでお願いしてますけども、はい、のリンクあります。そしてまず1点目がその、投げ銭システムというか、はいはいはい、ドネーションについてなんですが、ちょっともしも今自分では今自分ですね、うんうん、自分じゃない今自分、うん、はい、はですね、スマートフォンでご覧になっている方が多いかと思いまして、意外と概要欄までたどり着かない方が多く、そんなに手間でもないということで、まあ、ちょっとした紹介動画をですね、はいはい、作っております。2分ぐ程度なんですけども、いけますか。では、見てもらいながらちょっとくっちゃべりましょうか、うんうん、まあ、自信がある方はちょっとトイレに、ね、トイレに行っていただいたりとか、はい、トイレに行っていただいたり、ね、そんな感じ、お酒飲まれたりいいんじゃないですか。ああ、これ、そうですね、今からは、はい、休憩タイムでしてもらってもいいんですけど、ではよろしくお願いします。少しねタイムラグがありますので、はい、コメントを読めますか。今多分流れてるんでしょうけども、ちょっとこちらのモニターの方がね、まあまあ、時間差ありますからね、タイムラグあるんですけども、結構簡単に概要欄の方が見えるようになって、多分なんかスマホとタブレット編なんですね。教育系みたいですねこれね。そう。結構ね開くのを知らなかったそうなんですよ、ね、ここがポイントでいっぱいいらっしゃるかもしれないですね、うんうんうん、そんな中コメントにも、うん、吉井ちゃんの曲すごく笑顔音楽のように心に染みる、おっと、嬉しいです、ありがとうございます、いただいてます。おっと優しみ、ドネーションやりやすかったですっていう、 ありがとうございます、もうされたんですか、すげえ、はい、すいません、ありがとうございま す、 います。結構簡単なんですよ、何、うん、ですかね、うん、すごいなんか会員登録とかしなくてよいので、あ、そうなんだ、はい、ね、ぜひ皆様よろしければ、ねね、今の手順を見ながら一緒に ね、まあ、いつでもいいです、これずっとありますので、うんうん、はい、継続していきますので、まあ、このまた皆さんからの応援がまた次の公演の ね、はい、大事ですね、力に僕らにとっては、うん、させていただきたいなと思ってますので、ぜひぜひねお気持ちいただけたらっていう感じですが、早速っていうのはね本当に嬉しいですよね。
本当になんか教育系みたいな。セスさんが作られたんですか。私作りました。はい、ね、本当何から何まで、うん、どあのイントロかっこよかったですね。あイントロ ね, ね見れてないんだよね。そう月 の, あ月の、ね、映像が流れてたりしたの、うん、ね, ね私聞いてたので見てないですね。後で見ます。イントロすごいかっこよかった。自分でちょっとおっと思いました、うん、よかったですねちょっと結構長いですけどね、うん、そうです、ね、トイレ行くんですか。いや、ああで、終わったですね。今チューニング中ですけども、次の曲はですね、私の曲なんですけども、本当に、まあ、言い方どうなんですか、大したことがないっていう曲なんですけども、ちょっと何回かですね2人でしたことありますよね。2人でやってみて、で、なんて言うんでしょう、夏の あれなんですよね、あの雪明かりがすごく好きで、なんか雪明かり、わかります？雪明かり、あの眩しいやつですか？じゃなくて雪明かり眩しいですか？あ、え、雪明かりって、ごめんなさい、ちょっとどんなのことなんだろう。え？どんなやつですか？雪明かりを、はい、あ、雪明かりですよね、はい、どういうやつですか、雪明かりって。僕が今イメージしちゃってるのが、あの雪がこう降り積もったところに、そうですそうです、太陽の光、太陽じゃないです、夜、夜ですか。ムーンライトって言ってますもんね。そうですね、失礼しました、はい、どうぞ。そうそうそう、それで、すごくなんかいつも暗いところが青白く、なんか世界が違う形で、もう一日常がなんか変わって見える瞬間だったんですね。なんか雪明かりはそれで好きなんです。なんかで、ある帰りですかね、住宅地を歩いてたら、屋根が、住宅地の屋根の青い屋根なんですけども、がむちゃくちゃ、そう、月明かりに見えた、だから、ね、雪明かりにそっくりなシーンに遭遇したんですよ。わかります、言ってること。雪は降ってない、夏なんですよ、ですよね、夏。あれと思って、うん、思ったら月明かりだったんです、それが。で、そのなんて言うんでしょうね、その太陽はいつもね照らしてくれますけども、なんか月っていうのは本当に1ヶ月っていう意味合い通りにいつも照らしてくれないですけども、確かにな、確かに、闇を照らしてくれる存在というか、でなんか好きで、はい、それをちょっと住宅地を海辺に行ったという設定で、なるほど、はい、いう曲なんですけども、昨日、そうなんですね、昨日あれ、リハーサルか、リハーサルをした時、波多野さんのアレンジが泣きそうなぐらい良くてですね、うん、クールな顔しましたけどね昨日は実はめちゃめちゃ感動してたんですね。うわ、すげえなと思いまして、でそういう風な、そっとそのなんか闇を照らしてくれる存在とか、太陽と真逆なんですけどもね、いつも前向きに行こうとかじゃないところに惹かれてしまうので、なんかそういう選曲に、なって、このロマンスっていうのが生まれたという7回目になってっていうことになってます。では、さっさと行っちゃいますか。でその後は続けていきますのでゆっくり堪能してください。
過ごせたらいいと思う。密かに思う心はあなたを抱き寄せた。あれからどれほど唇重ねた。誰も知らない夜明けは二人だけのものを眩しいほどの月明かりの下踊るあなたを見た。たゆまぬ間Could you stop the noise? I'm trying to get somewhere. When the emerging voices in my against the wall.
つくえんさろ What theお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いやすごいすごいですね、この曲をこの編成でやるっていうまず提案が、いや3人ならまだいいんですよ、2人ですからねそっか、いつも2人でやってたの、はい、あそう
で歌うとこあんまないんですよまあ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 それはねあのいいと思います。そうですね。けどやっぱ年々ね、最初からしましたかね、これ最初の時からしましたかね、割と初期からでもした気がします。でしょうね、はい、2回目からしたんです。なかなかピアニストでこの曲そんなにやってる人もいないんじゃない。いやもう本当にね、拷問の塊みたいな曲ですけどね。いやいやいや、素晴らしいアレンジでしたね。ちょっと汗かいてますねでももう一汗かきましょうよ、ぜひ。そうですね、はい、ちょっとその前に、じゃあ、アトムさんの新車の話をちょっと。ありがとうございます、はい。ここですね、ちゃんと、どうぞ。あ、今 V であれかな、 V がぶれてるから。あ、なるほどね。いやいや、もうあの時間差があります。なるほど、まあ、こうなった時にちょっとデンとあのバナー広告が出てるはずです。出ます？ねえ、本当にご紹介いただいた曲なんですけれども、もうずっとね、上京前から温めてきた曲ではあるんですけど、ありがとうございます。はい、ね、今出ましたけれども、こちらの曲が全部で17人編成で録音をしまして、で実はゆういちさんもね、このレコーディングには参加して、はい、いただいてまして、で、この曲が、11月10日には、日本国内で、そして12日には全世界配信でということで、ディスクユニオンの、ワンマージンレコード、あ、レーベルか、すいません、レーベルというね、モダンクラシックの、色が強いレーベルなんですけれども、そちらから、シングルリリースということで、まずファーストシングルをリリースさせていただいたんですけれども、今 iTunes とか Spotify とか、 Spotify もね、今16カ国のプレイリストに入れていただいておりまして、はい、あといろんなね、結構十何種類の配信系のね、サブスクって言われてる種類のね、うん、配信の方で今このシンシア聞けますので、ぜひぜひ皆さん聞いていただけたら嬉しいなと思っております。先ほどのように概要欄のところからピッと、ね、ありがとうございます。もしよろしければ、ね、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。ちなみにこのジャケットなんですけども、はい、そうなんですよ、ここですよね。そうなんです、実は今年の7月の6日にこちらのニューコンボさんをちょっと大改造しちゃいまして、でカビ亀から全部張り替えまして、であのフラワーアレンジメントさんね、あのもう来てくださいましたし、まあカメラマンの方とかね、もちろん白橋さんも実はお手伝いにね、はい、サポートで入ってくださっていたんですけれども、本当にいろんな方のおかげでこのジャケットをね、撮影することができまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。ここですね、はい、壁はね、ね、もう何よりもその壁紙貼っちゃうのを許してくださったこのニューコンボのオーナーのね、はい、有田さんがもう本当にありがとうございますという感じなんですが、皆さんには今日ちょっとねお顔見えないですけれども、はい、ぜひぜひね、このニューコンボさんもとっても素敵な箱なので、ぜひいろいろ毎日日替わりでね、素敵なミュージシャンが出演されてますので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ということで私のシンシアの曲でございました。ありがとうございます。で次の曲が、井上陽水さんの曲ですね。はい、ちょっと音出して。オッケー、ちょっと待ってください。そういえばこれはあれなんですよね、喋ない方がいいね俺。ライブっぽくなってきましたね、なんか、この曲も
原曲をね結構もうガラッと覆して私がアレンジしてしまったので思いっきり楽しんで、ね、皆さんもねすごいかっこいいアレンジでもそうそうそう昔聞いたことがあって聞いていただいた昔聞いたことがあってやったよねっていうね話をして、うん、やりましたっつってねすごく久々にこの曲をお送りするんですけど、まあ、やったのを見てねいらっしゃった方がもしかしたらいるかもしれませんがそうですよねあのその方は懐かしいなと思っていただけたら嬉しいですし、うんうん、初めての方は一緒に、ね、あの体を揺らして聞いてもらえたら嬉しいなと思っております、はい、参りましょうかそうですね、はい知らない夜明けが明けた時街の角から素敵なバスが出る若い二人は夢中になれるから狭いシートに隠れて旅に出る今のうちに何度もキスをして行く先を尋ねるのに疲れ果て日暮れにバスもタイヤをすり減らしそこで二人はネオンの字を読んだ
ます。それちょっとちょっと繋いでいただきます。汗が。何を繋ぎましょうかね。この今のアレンジは、はい、このなんでこういう感じにしようとかって思ったんですか。まあ、当時ですね、まあ、それこそちょっとバラードの、まあ、セットリストというかね、まあ、とある、まあ、プロジェクトをやってたんですけれども、結構多いのでやっぱりみんながこう乗れる曲で、かつ、まあ、私結構昭和の曲がすごく邦楽も洋楽も大好きなのでいいんじゃないかなっていうことで提案して、でまああのぜひってことになったんですけど、まあ、どうせ乗れるなら結構こう単純にこう手拍子っていうよりもこうなんていうのかな、ちょっとこう疾走感のある感じもいいかもしれないなと思って、当時ちょっとこれね、まあ、ジャズの中でもかなりバップって呼ばれるかなり速いこう4ビートのズン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 ってどんどんいくんですけど、まあ、それを知った時期だったので、まあ、これにちょっと挑戦してもいいかなと思って書いてみた、はい、アレンジでした。なるほど。じゃあ結構前にアレンジしたものではあるんですか。そうそうそう、もうね福岡時代の、しかも多分活動し始めて2年目とかだったから、それこそ今から6年とか7年とか前かもしれないですね、もしかしたら。はい、久々にやりました。はい、そう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 、ありがとうございます。まあちょっとね、まあ久しぶりにこの曲やった後は、まあこれも私からすると次の曲もちょっと久々ですけどね。そうですね、うん、この曲は実は昨年この時期に、うん、あ本当に1年前ですね、11月22日だったんですけど、こちらで収録したんですよ、うんうん、中田くんを呼んで、うんうん、1年前、ちょうど1年前ですね。そうですね、はい、私がちょっと、今日の、何でしょう、監督藤原くんもずっと初期からで、村さんもスタッフ皆さん全員そうなんですけど、YouTube チャンネルのあグッドタイムっていうのを細々とやっておりまして、出ますか、ポンとあのバナーだけで大丈夫です。いろいろね活動されてますもん ね、これをあのやってまして、うんうん、この曲もちょっとそれはもう一発撮り の、 あの映像ですね、映像と音声を、編集して新たに、まあ、あの作品を作るっていうちょっと実験をしてたんですけど、まあ、それがおかげで、これです、だ5回目だったっけに行いまして、5回目だったんじゃないですかね、はい、まだ活動あの発表はしてないですけども、で、それを今からやる曲は昨年の11月22日にお借りして行ったということなんですけども、で、一瞬そして先月なんですけど、先月の11月じゃあ10月17日ぐらいに、次は5回目の収録ということで、糸島にある、糸の森の地下室というところで、連日深夜まで収録いたしまして、その時も中田君がいらっしゃったんですけども、じゃあその時のですね、あのダイジェストが1分ぐらいありますんで、まあ、それを見ていただきながら、これ音が出るんで、そうですか、はい、タイムラグありますか、流せますか、お願いします。 I won't be afraid if I we skip over could you break my heart how do I do it when I hear I'm suffocatingWhat am I doing to make this
や本当に褒めてます斜め上っていうところが言うね、言っちゃうとね、はい、そうなんですね。でこの曲はそう、あの内田宗司さん夫妻、内田ファミリー、イマジメグさんというのシンガーソングライターですね。畑野さんも同級生ですよね。ね、のところでやったという曲なんですけども、まあ、ぜひこれも概要欄の方に、チャンネル登録のリンクありますのでぜひお願いします。こちら登録でお願いしたいと思います。それでは、その時にやりましたイマジメグさんの羽雪を今日はまた畑野さんアレンジでお届けしたいと思います。では肩の隙間から覗く雪は羽のよう君の手握ったまま目を開ける日曜日柔らかな光が二人の影包み込んでもう寒くはないねえ泣きそうなんだその唇が心に触れるからああなんて穏やかなんだ悲しい歌忘れそうだよそうで約束が怖くて遠ざけてきたけどその優しい声に導かれるままああどこかで知ってる消えてしまいそうな勇気が羽のように暖かいのはねえ君がいるから言葉にできない何かを感じてI'm not afraid to die.
幻でも夢でもないんだな。ありがとうございました。さあ、あっという間に終わりました。最後の曲になりますけども、ゆっくりね楽しんでいただけたでしょうかね。本当にね。そうですね。うん、こう畑野さんの言葉を借りればほっこりになっていただけたらなと思いますけども。なんかそういうキーワードがあるんですね。しえちゃんと言ったらほっこり。いやいやいや、よく言われるんです。よく言うんですか。キーワードが。では、まあ、ありがとうございました。それでは、投げ銭の方と、シンシアですねの方と、グッドタイムね、ぜひよろしくお願いいたします。楽しんでいただけたら最高に嬉しいです。最後の曲は、ちょっとしたアレンジを加えました。TM ネットワークの曲で、ウィンターカムズアラウンドを行いたいと思います。うつくまるハートとコルガイロジュ、急ぎ足の誰か広場を抜けて、冬が巡る街のどこかに君が確かに生きている。石につまずくように似た約束、一度は出会った君を失うはない。人混みに問いかけても分け合えなかった日々は風にさらわれ、 Winter comes around。欠けたレンガの壁の色も夜を迎えるたび変わる。あの日君を抱き止めたまま時が止まれば、You might have promised somethingWhy didn't you let me know what it was? I believe we could have been together. Oh, I need you so much. I'll never say goodbye.
ない人混みに答えもなく分け合えなかった日々を届けた君に And winter comes around I'll never say goodbye ありがとうございました。そしたら、ピアノ畑野芳恵、ビオラ、中田雄一、カメラ1、村田圭太郎さん、グラフィ、ビバップグラフィック、カメラ2、古賀正則さんでよかったですね。違いましたっけ。正義さん、音像、ヘアメイク、砂川さん、ヘアメイクフルですね。はい。で、監督、藤原雄一君、FU フォトデザイン、音響江島聖吾さん、ジャバラクラブで、ニューコンボ店主有田美希春さんで、最後に、白足鉄でお届けしました。皆さんね、またお会いできるところを楽しんでまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。これ配信でアンコールって難しいですね。初めてやったかもしれない、配信でアンコールって。確かに確かに。しかもちょっと今ダチョウクラブみたいな。うん、まあまあまあ、あの拍手というかね、うん、あのいただいたということで。いただいたんですか。いただいたんですか。いただいたんですか。いただいたんです。いただいたんですか。コメントありますか。あ、素敵な演奏でしたっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあの今投げ銭をしようとすると配信が止まるので後ほどやります。ありがとうございます。そんな確かにね、そうですよね。確かにですね。はい、アンコールやっちゃうんですか。いや、やらないですか。期待されてないんじゃない。あ、嘘ですよ、そういう、嘘ですよ、嘘ですよ、そういうことで、はい、いただいたという仮定のもとに行いましょう。あのではこの曲は実はエピソードそのあグッドタイムという、チャンネルで、最後に収録した中田雄一さんの From 糸島という曲ですね、はい、をちょっと今日はやってみたいと思っています。本邦初公開みたいなことなんですかね。あ、そっか。まあ、あの皆さん収録したやつ以外はこうやって、あの、ね、あの皆さんにお聞かせするのは、そうですね、あ、そっか、初めてかもしれないですね。本当にあの収録のためにね、はい、書いてくださったんですよね。そうですね。はあ、素晴らしい。なんか聞きどころとかちょっと最後聞きどころですか。言ってください。やっぱ聞きどころって言ってもあれなんですけども、まあ、僕なりに糸島をちょっとこう観光したんですよね、去年、今年だな、今年の夏あたりに観光したんですけど、まあ、残念ながら結構雨、台風の時期だったりして、ちょっとそんなにはこう、糸島の 100% を受け止められなかったかもしれないですけど、まあ、その時に、ま、あの島を巡ってで、まあ、いろんな人とかとちょっと話をしたり、はい、そうなんだ、あのそうですね、あのまあ特にそんな大した話はしてないですけどね、でまあその時に感じた、はい、あのあいろんな、まあ、ドラマがいろんなところにあるなと、うん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 、っていうところで、
まあ、ちょっと変えたというところではありますね。あとやっぱすごい綺麗な、星も綺麗だし、はい、うん、っていうところをイメージした感じでしょうか、はい、なるほど。ではフロム糸島、そしてモードシリーズでは、恒例のアンコールを2曲続けてお届けします。どうもありがとうございました。
会いたいと思うことは何よりも大切だよ。苦しさの裏側にあることに目を向けて夢を見たよ。どんな時でも全てはそこから始まるはずさ。君と出会ってからいくつもの夜を語り明かした。はち切れるほど My dream。もう一度紹介してください、ピアノ畑野芳恵、アレンジメント畑野芳恵、ビオラ、中田雄一、カメラ1、
村田圭太郎さん、ビーバップグラフィック、スで、カメラに、小賀、もう一回正義さん、小賀正義さん、オンズ、ヘアメイク、砂川さん、ヘアメイクフルですね、はい、で、音響江島聖吾さん、ジャバラクラブ、ニューコンボ店主有田さん、ありがとうございました。そして、監督、藤原雄一、FU フォトデザインで、シェラースでお届けしました。またいつかお会いできる時が楽しみにしております。それではおやすみなさい。